ご視聴ありがとうございます。薬屋の花澤です。本日は前回肩もみ叩きをしてリアクションが良くてすごく好評だった中村さんという30代の女性なんですけれども、リラック屋にいらしていただきました。今日はちょっと腰が辛いそうなのでこれから施術をしていきたいと思います。体勢今大丈夫ですか？はい、はい、こちらかなりようでしたらおっしゃってくださいね、はい、まずお体見ていきますね。あ、ここも痛いですか？そうなんですよ、はい、なんか起き上がるのも結構割とピキピキいっちゃってて、はい、あのぎっくり腰経験してるんですけど、はい、はいはいはい、ちょっと手前な感じがして、あ、もうなりそうな状態。そうですね、だいぶ今もうその腰が左右で高さが違ってるんですね、はい、この骨盤のところが、だいぶこう右が頭寄りの方に上がってる状態になってて、それ触ってわかるもんなんですか？触っても見てもはっきり違うんで、だよ。ここを多分で、はい、足の長さもなんか違ってると思うんですね、はい、見ますね、はい、やっぱり右が上がってますね。はい、本当だ。そうなんですよ。うわ、すごい。そのままやっぱり全然わかんない。あ、自分だとなかなかね、わかんないですね。寝た時とか、あの怖っ。そんなに違うんだ。そうですね、結構やっぱりそのこれって、はい、かかととかかとをこうやって寝た状態で自分でこうやって、はいはい、あ、自分だと多分ね、合わせちゃうんですよ。あ、そうですね、今は。あの力抜いた状態で、うん、こっちで、あの、うん、そ, そうですね、引っ張られてる感じもなく、はいはいはい、今自然にやってもらって、そうですね、右足が短いってことですよね、はい、そうなんですよ、ってことなんですね、言われなかったら気づかなかった。そうですね、怖で、はい、なんでこう、わかりますかね、この、うん、クエストの首の位置が違ってるんですよね、はい、本当だ、はい、それはなんでそうなるんですか？あの、まあ、おそらくなんですけど、うん、まあ、抱っこされたりとか、あ、そういうことの時にこう体な、ね、斜めになったりしますよね、はい、足組んだりとか、あ、はい、あの、いろんな影響があるんですけど、うん、いずれにしてもここが縮んでる状態になっているっていうことなんですね、はいはい、こちら側が伸びていて、はい、こちらが縮んでいるっていうふうになると、うん、ここがこういうふうになりますから、はい、結果的にこう骨盤上がり、右足が短いというふうに、うん、なるほどね、はいはい、やっぱりその生活ので、それを今直してくれるんですか？はい、やっていきます。ありがとうございます。はい、そうですね、あとどこから来てるかっていうのが分かるのにもう一個支障があって、うん、痛い歪んでるところって結構痛かったりするんですけど、そうなんだ。で、この肩甲骨のと肩って言うんですけど、はい、まあ、こういう形で肩甲骨ありますよね、はい、この肩甲骨の高さで見ても、はい、右の方が下、今度は右足下がってるんですね、はい、うん、ここが短いから、はあ、はい、じゃあよりそこが右は、そう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 、そうです、こっちからはもう下がり、こっちからは上がりという形で、うん、左右のバランスが取れてないから腰が痛いと、いうことが一つあると思います。なるほど、はい、だから右肩の方が上げにくくなってると思うんですね、うん、はいはいはい、なるほどですね。どうでしょうか、やっぱりこう見た感じもこっちの左の方が耳に近づけやすく、うんうん、右の方がちょっと行きにくい。こう今私全く力入れてないですからね、はい、はいはいはい、楽にしてても左右で揃わないですよね、すごい、はい、やっぱりちょっと右の方が制限が強いというか、こう下がってるので下げるのは楽なんだけど、うん、上げにくいっていう風に、で逆にこっちは上げる方に力入ってるので、うん、こっちよりの方が下げにくいですね、こっちは下がりやすく、こっちは下げにくい、そうなんだ、ちょっとやっぱりその差がこっちにこう傾くようになってるので、はい、うん、こっちは逆に引っ張られてるので、そうなんだ、こっちに下がりにくい、はい、これの違い分かりますか？いや、すごい、はい、あのね、全然違う。違いますよね、はい、右の方がこう動きに、はい、なんていう、はい、その下に行きやすいというか、はい、そう、下に下がっちゃってる感じが分かる。そう、そうですよね、こっちはもうなんか何の抵抗もなくスルッと下がるんですけど、はい、こっちは逆にもうこっちに持って行きやすくなってるので、こっちに下げようとすると、それってどっちが正常ですか？
まあどっちにも行きやすいのが正常ですね。あ、そう、同じぐらいの可動域になってるっていうのがやっぱ真ん中フラットな状態なので、行きにくくても行きやすくてもどっちも平行っていうのが、はいはい、そうそうそうです、そうです、そうです。どっちかっていうと左右対称かどうかとか、はい、動きやすいかどうか、本人が辛くなく同じように感じるっていうのが、まあ、理想的な感じですね。全然違いが分かります。そうですね、これがだいぶ違ってますよね、うん、それだけでちょっと腰が割と痛いです。そう、そうなんです、ね、響く感じになっちゃいますね、うん、はい、ちょっともうやっていきますね、まあ、チェックやってきます、すいません、痛みのチェックも行います。はい、これ痛い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 、はい、痛い、左はどうですか？あ、まあまあ痛い、まあまあ痛い、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 ちょっと待って、はい、なんか、はい、ムカついてます？あ、ムカついてないです、ムカついてない、ちょっとこれみんな同じ強さでやってるんですよ。そうなんだ、すいません、これちょっとでもやっぱり痛い。あ、なる、あ、でもまあさっきよりは痛くない、なんでだろう。あ、ちょっと緩めました。はい、だこれ右の方が痛かったですかね。右の方が痛かったですね。右の方が痛いですね、どっちかっていうとね。じゃ首も見ますね。はい、はい、ここ、この痛みと、はいはいはい、ここ痛み、痛い痛い痛いですね。あ、はい、痛い、なんか恨みがこもってる。いや、ないです、ないです、恨みはないんですよ。はい、ふくらはぎ見ますね、多分。でもちょっと前、あの、そのままやってきます。痛いんですけど、大丈夫ですか？あ、まあ、まあ、ふくらはぎは気持ちいいですね、はい、気持ちいいぐらい、はい、はい、どっちが痛いっていうのに、どちらかというと、うんうん、痛くないんですけど、はいはいはい、どっちが痛いか言わなきゃいけないっていうと右ですね。あ、やっぱり右、全部右に出ましたよね。はい、本当だ。なので、はい、あの、右から調整していきます、はい、ですね。はい、なので、まあその通りになったので、はい、右からいらしていきます。お願いします、はい、これで嫌な感じがあったり怖かったりがあったらおっしゃってください。はい、はい、これはただ揺らしてるだけみたいなこと？いや、ではなくて、一応これが矯正法になってまして、で揺らすことによって、はい、痛みを取ります。あ、そう、歪みと痛みを取ります。準備運動的な？いや、これは一つ確立された矯正法が、カイロプラクティックの方が、うん、あの、考案した矯正法でして、これ、はい、力って抜いた方がいいですか？あ、もう楽にしててください。 あんまりそうだから、構えて力入れがちだけど、はい、こう力をこうより抜いた方がいいですか？そうですね、任せるようにしていただいた方がいいですね。ただ任せると、はい、あれ、ずっと腰にちょっと響いてきますね、はい、あ、本当ですか、うん、ちょっと辛いですか？強いですかね？いや、強くないけど、はい、なんか腰の痛みもちょっと背中から来てるようなイメージがあるんですよ。はい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 、そんなもんですか？まあそれぞれありますよね、あの、皆さんそうではないので、人によるってことですね。そうですね、今そこやってもらってると、はい、左の、はい、何ですか、股関節が痛い、はいはい、ちょっと関連する場所が痛んだりとかはあると思います。神経的につながりがあってしますので、そこがね、一番なんかちょっと凝り固まってる感じがするんです、はい、私、はい、